最初は詐欺かと思いましたどうやって私は騙されて自宅でパソコン一つでサラリーマンの月収以上を軽々稼げるようになったのかその方法をこの目で確かめてみてください AKB オタの岩本照を、かつてはおにゃンこファンだったスポニチアネックスで第7回 AKB48 選抜総選挙の順位予想を披露し AKB ファンサッカーファンに衝撃を与えた元サッカー日本代表の岩本照を、43 元スター選手は、そもそも、なぜ AKB オタになったのか愛に満ちた AKB トークを炸裂させた。約3年前、ギバ a をはじめとした AKB48 のメンバーと共演したことが、きっかけで、東京ドームのコンサートへ行ってみたところ、なかなかいいじゃん。AKB48 劇場の公演にも、足を運んでみたら、新たな世界が広がった。間近で見たら、目のやり場に困るなぁ、みたいな。おっさんだからさと照れながらも。 みんなな一生懸命で頑張っっててるのがいいなと思って曲もノリがいいしハマっていったねとうっとりとした表情で語った一番すごいと思うのは劇場を行った時にもう一回行きたいなと思わせること柔度の太田になったテルは劇場へ行く「好きになる」また劇場へ行く「もっと好きになる」のループに完全にはまり込んだお客が呼べるよねサッカーでもそうじゃん俺のフリーキック見てあのフリーキック見たいからもう一回行こうってあるじゃない 伝説的 FK モールを決めた左足だけに説得力がある言葉だ AKB48 を知らない一番すごいと思うのは劇場を行った時にもう一回行きたいなと思わせること柔道の太田になったテルは劇場へ行く好きになるまた劇場へ行くもっと好きになるのループに完全にはまり込んだお客が呼べるよねサッカーでもそうじゃん俺のフリーキック見てあのフリーキック見たいからもう一回行こうってあるじゃない 伝説的フリーキックゴールを決めた左足だけに説得力がある言葉だ AKB48 を知らない人はさ一回行ってみないと良さがわからないんだよ俺はすごい惹かれてもう一回見たいなっていうのがあったから通っていたんだ周囲の批判をものともしないどころか興味のない人を取り込む気満々だその不況の手はサッカー界にも伸びている日本代表 MF の AC ミラン本田圭佑28をはじめ 知人に声をかけまくったところ、森保さん、奈良橋から連絡が来たよ、行きたいって、J リーグで指揮を執る現役の監督も取り込む勢いだ。さらに、ウルガイ代表のエディンソンカバーにもインタビュー取りに行ったら、冗談で誘ってみようかなと、ワールドガイドな候補を目論んでいる最中だ。今は、AKB48 以外に、好きな芸能人や女優などは特にいないが、歴史を遡ると、実は、昔はおにゃんこクラブ好きだったよ、中学生の時ねと告白。 好きだったのは新田恵り、おにゃんこのメンバーが着用していたセーラーズの服とか買っていたよ、一回、夕焼けにゃんにゃんの収録も行ったしね、実は約30年越しで、秋元康氏の十中にはまっていたことを明かしたネット上の反応、本田圭佑選手も誘ったのか、もし、本田圭佑さんが岩本さんみたいにサイリウム持って、夏希、夏希とか、ゆっきりらん、とかコールしたら、日本中がひっくり返るな w 何でも生で見てみないと良さがわからないって部分は確かにそう思う劇場に行けばどれだけメンバーが頑張っているのかや意外なメンバーの素顔が見えたりするもう少し劇場が入りやすければいいんですけど完全予約制ですからねふらっと見に行った人が入れるように10席くらい当日抽選枠を作ったらどうですかねサッカーもどうじってのはすごい共感一度行くとすごい病みつきになる仙台時代の彼のプレーを見に何回も 当時のセンスタに行ったもんだここで J をめちゃくちゃこき下ろしてるやつはスタジアムにも行かないでテレビで欧州サッカー見てるだけのやつなんだよな。